GCN プラスがお届けする女子ロードレースハイライト UCI ウメンズワールドツアーロンドファンフランデーレン2023年大会を振り返ります。20回を迎えるモニュメントにして北のクラシックの王様という異名を持つロンド、女子レースカレンダーにおいても最重要ワンデークラシックです。世界屈指の選手たちが顔を揃えますが、現役最終年を表明し過去にこの大会を2度制している世界チャンピオンのアネミック・ファンフルテにとっては最後のロンド、連覇を狙うロッタ・コペッキー擁する SD ワークスとの戦いが予想されます。男子レース同様にコースの後半に難所が詰め込まれる構成、残り46キロから始まるコッペンベルグを皮切りにターイエンベルグ、クルイスベルグ、オーデクワレモント、パテルベルグという激坂と石畳が待ち受けます。逃げの決まらないレース序盤を経て、残り92キロでエイジインシュランススーダルクイックステップのアリー・ウォレストンが飛び出しました。ニュージーランドのナショナルチャンピオンは石畳でも快走を見せます。ここに集団から飛び出したキャニオンスラムのエリーズ・シャベ、ウノ X のエリノール・バーカーが加わり先頭は3名。ポイントとなるコッペンベルグを前にメイン集団では位置取りが激しくなってきました。残り48キロ地点、優勝候補のファンフルテンが路肩の泥にホイールを取られて落車。ここからスピードの上がったメイン集団に戻ることはできませんでした。コッペンベルグの上り口で逃げていた3名は吸収されました。そして濡れた石畳の激坂が牙を剥きます。先頭近くを走っていたモビスターのリッパーと SD ワークスのコペッキーやウィーベスが軒並み乗車できず足をつきます。後続の選手も皆押して登らざるを得ません。唯一乗車で登り切ったのは SD ワークスのローセル、 UAE のペルシコだけ。遅れてコペッキーとウィーベスが追いついて先頭は4名になりました。しかし3名が SD ワークスです。追走グループにはトレックのロンゴボルギーニとファン・アン・ロイ、キャニオンのニエビアドマ、モビスターのシエラたちが入っています。 SD ワークスはここにもフォレリングを入れています。残り37キロ、ターイエンベルグでウィーベスが先頭から脱落。そして続くクルイスベルグでは追走グループが先頭の3名を射程に収めました。しかしここで追いつかないのが北のクラシック。コペッキーはチームメイトのローセルを置いてまでペルシコを振り落とそうとペースアップ、再び追走集団との距離を30秒まで開きました。最後から2つ目の上り坂、オーデクワレモントでコペッキーが仕掛けます。大勢の観客が集まるロンドンを象徴する石畳の激坂、ディフェンディングチャンピオンが単独で先頭に立ちます。激坂での飛び出しからの独走は彼女の勝ちパターン、残すは最大難度のパテルベルグだけです。追走はトレックを中心に追いすがりますが、 SD ワークス勢が2枚いてはなす術がありません。コペッキーが独走でパテルベルグに入ります。単独2番手では粘りの走りを見せているペルシコ、しかしここの上り切りでファン・アン・ロイたちが吸収。しかし先頭のコペッキーの姿はすでにこの山頂にありません。フィニッシュにかけて追走グループはファン・アン・ロイがほとんど一本引き状態で追いかけます。しかしそのギャップは開く一方、残り5キロ、アンナ・ファンデルブレヘン監督からコペッキーにタイム差が伝えられました。事実上の勝利宣言です。ロンドファンフランデーレンの勝者がオーデナールデに戻ってきました。昨年と同じ、しかしスタイルを独走に変えてベルギーの大観衆に後押しされたロッタ・コペッキーがロンド2連覇を達成です。2位争いのスプリント、ローセルに発射されたフォレリングがスプリントでロンゴボルギーニとやり合います。このままフォレリングが先着、3位にファン・アン・ロイのアシストを受けたロンゴボルギーニが入りました。優勝候補の筆頭に挙げられ、プレッシャーもあったとフィニッシュ後のインタビューで答えたコペッキー。しかし強力なチーム力、そして自らのスタイルを貫くメンタル、誰も寄せ付けないフィジカルとで連覇を達成しました。フランドルの女王に誰も触れることはできませんでした。コペッキー・フォレリングのワンツーはストラデビアンケとは逆となりました。ロンゴボルギニが表彰台、ペルシコは惜しくも4位、以下ニエビアドマ、ラブ、ローセルまでが同タイム、ファン・アロイ、ヘンダーソン、シエラというトップ10でした。例年以上に SD ワークスの快進撃が続く春のクラシックシーズン、翌週のパリ・ルーベでチームの初タイトル獲得なるか、それとも2連勝中のトレックス・ガフレードが意地を見せるのか、見逃せません。ここまでロンドファンフランデーレンのハイライトをお届けしました。オンデマンドサイクリングプラットフォームの GCN プラスでは今シーズンの男女レースを続々ライブ配信中。サブスクしてレース観戦をお楽しみください。